ちょっとね、今日ビールとたこ焼き、たこ二郎のたこ焼き買ってきました。先日誕生日だったんですね。おめでとうございます。ありがとうございます。無事54歳になりました。6個買ってきた。じゃじゃん。こんなんでーす。じゃらじゃじゃらじゃじゃんじゃんじゃん。はい、ではビールいただきます。あ、そうだ。お誕生日やったからお誕生日の歌。私は3月の上旬のお誕生日だったんですけど、皆さんは何月生まれですか？3月の方も、そうでない方も、全部のお誕生日の方、お誕生日、はい。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear 皆さん。Happy birthday to you. おめでとう！あ、乾杯！イェイ！ありがとうございます。ここあかんね。西日で暗くなるからちょっとカーテン閉めますね。ちょっと開いてる方がなんか雰囲気いいかなって思ってんけど。今日はね、いつもっていうか、この赤いセーターと、このいつも着てる、この履いてる、これですね。これです。ちょっと落ちたらやばいな。落ちたらやばい。一番大きな夫婦喧嘩っていうのを話してくださいっていうのをもらったんですけど、私、再婚なんですよ。子供、長女と次女二人いてて、で、再婚したんですよ。5年生と3年生やったんですよ。長女と次女が。で、その時に再婚して、それからすぐに、長男が生まれたんですけど、夫婦喧嘩ってね、もうめっちゃしてました、夫婦喧嘩。お酒すごい好きな方で、今も好きやねんけどね、旦那さんが。お酒好きで、で、建築の仕事してはんねんけど、お仕事終わったら、その行きつけの居酒屋さんとかに行って、毎日飲んで帰ってきはんねん。で、それは独身の時からずっとそうしてはってんけど、なんか私はなんか勝手にその、サザエさんみたいな、こう家族っていうものになんかすごい憧れがあって、なんか仕事終わったら、まあ7時ぐらいから、みんなでこうご飯食べて、なんかこう憩いの時間みたいな感じを勝手にこう妄想っていうかこうあって、で、それがことごとく毎日なんかなくて、で、お酒飲んでこう寄って帰ってきはるでしょ？別に酒癖とかは全く悪くないねん。明るいお酒やねん。でもなんか私の変なこう気まじめさっていうんですかね。なんか勝手に自分が描いてたものがあったので、それとすごい違ったので、もうめっちゃしょっちゅう喧嘩してましたね。やっぱりお酒飲むと、やっぱりその、なんていうかな、勝手に私がこう妄想して焼き餅焼いたりとか、帰ってくるのが遅かったらね。で、それでもう喧嘩したり。もうほんまよう喧嘩してましたね。だからなんかね、今思えば、もう子供にすごい悪いことしたなって思いますね。なんか親の喧嘩って嫌じゃないですか。ねえ。なんかその時はもう自分がこう感情的になってるから、なんていうかな、その感情を抑えられない。ほんまなんか今思ったら、こう嫌やったやろうなって思いますね。親がしょっちゅう喧嘩してるってね。なんか悪いことしたなって思います。で、今はね、もう全然というか喧嘩しなくなりましたね。ちょっとパパッと、なんやろな、15秒ぐらいパパパッとこう言い合いになったりするけど、もう、すぐ終わる。なんであんな、こう、血気盛んというか喧嘩しててんやろね。もう吉本新喜劇みたいな喧嘩してましたね、いつも。あれはね、ほんま、子供に悪いことしたなって思います。夫婦喧嘩ダメよ。そう、分かってんねん。もう絶対仲良い方がいいやん。で、私も別に喧嘩好きちゃうよ。平和主義やからね。はい。なぜかでもその時はすごいよく喧嘩をしてたなっていう
子供に悪かったなって、はい、思ってます。夫婦に限らず価値観が違うから喧嘩はするよ。ねえ、ほんまそれね。なんかね、今はなんかね、なんか同じ、前、昔と同じことがあっても、って思うだけ。こう、カーッとなれへん。歳かな。私は妻に布団叩きで折れるぐらいだ。布団叩きで折れるぐらい叩かれた。え、それ相当悪いことしてますよ。ね、やってるでしょ。こう胸に手を当てて聞いてください。やってるでしょ。最大公約数、つまり共通している部分や似ているところがあるから結ばれて生活しているんだと。ああ、なるほどね。なんかね、私思うのは、みんな人間っていいとこと良くないとことあるやん。なんか、そのいいとこは、いいとこはいいからもうほっといて、その嫌なとこっていうかダメなとこ。でそこを、もう、ああ、しょうがないなって思えるかどうかってことかなって思いますね。はい。なんか嫌なとこをギリギリ、いけるかどうかで一緒に暮らせるかがなんかね、決まるような気がしますね。ともちゃん、僕は悪いことありすぎで記憶が蘇りません。そういえば、幼い頃、両親が喧嘩して母が泣いていた姿を見て、父に対して怒りを覚えました。それから40年以上経ち、その父も年老いて今は小さくなっています。時が解決するんだね。うん。私もね、子供の時ね、お父さんとお母さん、喧嘩してるのめちゃくちゃ嫌でしたね。めちゃくちゃ、今でも思い出したら嫌やわ。なのにね、自分はね、やってまうんですよね。うん。なんか感情ってどうしようもないよね。もうもちろん子供の前で喧嘩せん方がいいって分かってるし、そうしたいけど、この人間の感情ってね、かといってなんか、こう腹渡に煮えくり返って、笑顔でこう、仮面夫婦みたいな、もうなんか、それもどうなんって思うし。まあね、もうしょうがない、しょうがない、しょうがないよね。うん。ともちゃん楽しそうだね。ともちゃんが怒ったら大変なんだろうね。怖いと思います。はい、正解。はい、私めちゃくちゃ怖いですよ。子供が小さい時はよく旦那と喧嘩しました。多分気持ちに余裕がなかったのかな。ほんまそれ。今はほとんど喧嘩しません。仲良しです。あ、だからうちと似てますね。まあ言うて、喧嘩してる時も仲いいんですよね。喧嘩ってこう、なんで分かってくれへんのっていう言い合いですもんね。仲いいんですよね。分かってほしいっていうね。ね、子供がちっちゃい時あるあるですね。喧嘩なりますよね。子供もちっちゃい時喧嘩なる。なんか、旦那さんは、一生懸命仕事やってるし、奥さんも家事と育児一生懸命やって、でも言うて、家事と育児は、その、時間に終わりがないから、毎日24時間あって、子供がもう泣くし、騒ぐし、なんかわがまま言うし、うわーなるし、それで、なんか、言うて、男の人は、ちょっと飲みに行ってくるわ、とか、ちょっと行ってくるわ。その、女の人は、ちょっと行ってくるがないからね。何がちょっと言ってくるやねん。もう、めっちゃムカつきますよね。私もちょっと行きたいわ、言うて。まあだから、なんやろね。うん。あんただけずい、言うて怒ってたんでしょうね。なんか今日テンションおかしいですよね、私。うちも喧嘩激しかったな。あ、ほんま？なんかそう言ってもらったらさ、安心するわ、皆さんに。ねえ、なんかね。そう、なんか自分が子供の時のことを思い出したら今でも嫌やん、親の喧嘩って。今でも嫌やわ。なんか、こう胸がガーってなるやん。ね、それを自分が同じことやってるっていうのね。うん。なんかそれとさ、子育てもなんか話してくださいっていうのあったけど、なんか私は、私なりに、私の自己採点17点なんですね。だからその私なりによく頑張ったって思ってるんですよ、子育て。うん。だから20歳になった時に自分にこう表彰状をあげたかった。よく頑張りましたね。
はい、二十歳まで育てたんで、無事ともさんは親を卒業ですみたいな、なんか卒業証書を自分にあげたかった。ほんで心の中であげた。でもなんかこの年になってなんやろな、自分は精一杯で、うん、よく頑張ったって思ってるけど、やっぱり子供の気持ちになったらなんか全然、もっと子供の気持ちになって感じてほしかったやろうなって今更思いますね。今更思うわ。もっとなんか、せやなって言ったったらよかったとか、今日こんなんやってんって言ったら、やっぱその時はそれこそね、こう忙しいし気持ちの余裕がないから、いやそんなん大丈夫や。大丈夫。大丈夫。とか言ってたけど、やっぱりその気持ちに寄り添う。あ、そうか、悲しかってんな。そらそうやなって。言えばよかったって思いますね。思うわ。なんか寝る前とかも思う。ああ、寂しかってんやろうなとか思いますね。ごめんね。って思います。はい。なんかね、私今よく動画とか、そんなんでも、なんか悲しいことを感じましょうとか、嬉しいは嬉しいって感じましょうとか、動画で一生懸命言ってるけど、あれってね、自分に言ってるんですよ。自分への言葉で、私はどっちか言うと、ちっちゃい時から、あんまりこう、感情を表現できないというか、悲しい時も、ちょっとそれを見て見ぬふりしてたというか、で嬉しい時も、あんまりありがとう、って言わなあかんからありがとうって言ってた感じで、で後で後日次の日ぐらいになって、あ嬉しいって思ったりする方やったんですよ。あんまりね、その場その場でこう感情を、自分の感情をこう感じきれなかったですね。そういうのはとても苦手でした。なのでそういうことをなんかね、いっぱい勉強して、で今更やけど、なんかそういう自分の感情とかいうのをこうちゃんと感じていこうって思っているので、そういう動画を出してはい、あれはね、自分への言葉です。旦那は仕事をしているから、奥様が家事子育てをやって、奥様が手伝ってって言うても、仕事だからって喧嘩になるね。そうやんな。でも確かにわかるわ。私も母子家庭の時、言うて、何て言うかな、子供を食べさせていくために、こう一人で働いて、こう頑張ってたじゃないですか。だから男の人の気持ちもめちゃくちゃわかるんですけどね。なんかね、人間でその自分の立場にしかなれないですよね。ね、ごめんね。はい。でも、はい。感謝してます。なんかね、私はね、なんか出来が悪いなって自分自身のことを思っているので、はい。なんかね、何年も経ってからね、後悔したりしますね。夫婦喧嘩は、ともかく子供を感情的に叱ってしまった時は後悔しますね。あるよな、ある。なんかさ、人間って、そんなんやな、そんな。なんか頭では分かってるよね。分かってる。めっちゃ分かってる。ほんで、こういう風に接したいってめっちゃ思う。ほんで、寝てから、寝顔を見てごめんなって思うわ。ほんまに。怒りながら布団叩いてたら手から飛んでいって。向かいの車に。ごめんね。これ読んで。怒りながら布団叩いてたら手から飛んでいって、向かいの車に激突。あの時はビビりました。それってあるやんな。そーっと降りていってさ、布団叩き、そーっと回収した感じやんな。たこ焼き食べよう。そう、その通り。わかるわ、でも。ピンポン。すいません、布団叩きを車に当ててしまいました。ごめんなさい。って言えへんよな。
そーっと持って帰ってくるような。20歳の時の自分に何か伝えたいことありますかっていうのをコメントもらいました。この方は、20歳の自分に辛いことが今からいろいろ起こるけど、幸せになるから腐らず頑張れって20歳の自分に言ってあげたいですっていうことですね。ね、いろいろあったけど、頑張りはってね。なんか私はね、20歳の自分に言いたいことは、ないかな。なんか多分もう一回一周しても同じ気がする。なんかこう、ああでもない、こうでもないってこう悩んだりしながら、また生きていくかなって思いますね。まあいいか、それで。